あいつは絶対に阪神に必要な指導者や、岡田監督が口説き落とした次期阪神監督候補、今岡打撃コーチの指導がやばすぎる。阪神の岡田彰布監督、阪神タイガースを18年ぶりに優勝に導いた名将です。岡田監督の改革や采配は冴え渡り、チームは勝ち続けてきました。しかしそれだけではなく、岡田監督の周りのコーチ、スタッフによる的確な指導も優勝という結果につながりました。その象徴的な人物が今岡打撃コーチです。岡田監督はなぜ今岡打撃コーチに絶大な信頼を寄せるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。今岡しかいない、待ってるから。岡田監督のどうしてもで実現した打撃コーチ就任。今年の阪神が圧倒的な優勝を遂げた理由として、コーチ人事がうまくいった点があります。岡田監督は2軍監督だった平田勝雄氏を1軍ヘッドコーチに据えました。平田氏は2軍監督を通算10年務めただけでなく、コーチ経験も豊富で、阪神のチーム事情に最も精通。2005年の優勝もヘッドコーチで支えた岡田監督の側近中の側近であり、1985年には共に主力選手として戦い日本一を経験。明るい性格で選手とのパイプ役を担い、チームを陰から支えました。また2軍監督には球団本部付けテクニカルアドバイザーだった和田豊氏が就任。1軍の指揮を取って2013から2015年に3度の A クラス入りをした実績のある指導者です。阪神で1軍監督経験者が2軍の監督を務めるのは初めてで、意外な人事となりました。さらに新任の水口英司氏が打撃コーチ、同じく新任の馬場俊文氏が内野守備走塁コーチ、そして投手コーチは安藤裕也氏と久保田俊之氏が2軍から配置転換され、若い投手陣を支えました。加えてバッテリーコーチには球団運営部スコアラーだった島田宗彦氏、スコアラー経験からデータを駆使した指導で阪神の捕手陣、投手陣の支えとなりました。このようにコーチ人事がうまく機能した2023年の阪神タイガース。そして一番の目玉人事は阪神 OB である今岡誠氏の打撃コーチ就任でした。2022年の阪神は今季は投手陣がリーグトップの防御率を誇った一方で、攻撃陣の決定力不足に泣き優勝を逃しました。つまり打線のテコ入れは不可欠。そのテコ入れに期待する形で岡田監督が強く希望したのが今岡氏の打撃コーチ就任。岡田監督は2022年9月下旬に監督打診を受けて受諾すると、すぐに組閣に乗り出し今岡打撃コーチに声をかけていたとのことです。しかし今岡打撃コーチ本人は当時体調が思わしくなく、秋季キャンプに間に合うかどうかわからない状況だったそう。そのため今岡打撃コーチはスタートに遅れることで打診を受けるかどうか悩んでいたそうです。しかし岡田監督は、そんなん気にせんでええ、秋季キャンプに間に合わんでも体調が整ってからで大丈夫よ、待っているから、と背中を押したのでした。岡田監督が今岡打撃コーチにこだわった理由として、岡田監督が思う理想の打撃コーチ像があります。岡田監督は、現役時代に型にはまって打ってきたバッターは指導者に向いてへんのよ、型にはめて教えようとするからな、逆に現役時代にある意味型のなかったバッターの方がええ指導者になる、対応適応で結果を残してきたバッターはセンスの一言で片付けられるけど、実はそれはちゃうのよ、いろんな引き出しを持っているということなんよ。いざ教える側に立った時、バッターによって個性も違うわけやから、どこを伸ばせばええ、どこを修正すればええというのがわかるのよ。大山を教えるのと佐藤を教えるのを同じ型にはめてもあかんやろ、そういうことよ、と理想の打撃コーチ像について語っていました。岡田監督は自らの現役時代の体験はもとより、オリックスの2軍助監督兼打撃コーチから指導者としての道が始まっています。そして阪神2軍監督、1軍内野守備走塁コーチ、阪神監督、オリックス監督など指導者畑を長年歩み続けてきました。
その中でいろんなコーチを見てきたそうですが、打撃コーチに関しての正解を型にはまらない打者であると導き出したのです。岡田監督はその意味でバッティングに型のなかった今岡には期待できるんよと、今岡打撃コーチを自らが求める打撃コーチ像に重ねたのでした。また岡田監督は右打者の打撃コーチを必ず一人スタッフの軸に据えるという持論もありました。岡田監督は左打者の右投手の入ってくる変化球、左投手の外へ逃げる変化球の対応と、右打者の右投手の逃げていく変化球への対応はまるっきり違う、そこは左打者には教えられないとも考えており、右打者だった今岡打撃コーチはうってつけの存在でした。選手の潜在能力を引き出してチーム打撃力を向上させた今岡打撃コーチ像の経験と哲学とは、もともと今岡打撃コーチは岡田監督が阪神の二軍監督時代から目をかけてきた存在。そんな今岡打撃コーチは2003年には驚異の一番打者として打率3割4分で首位打者を獲得して星野政権で優勝に貢献。バトンを受けた岡田監督が2004年に監督就任すると3番に起用され、初めて全試合出場を果たし、打率3割6厘28本塁打83打点をマーク。翌年は3塁にコンバートされ、岡田監督から得点圏で打点を稼げと5番起用。それが大きくはまり、今岡打撃コーチは日本歴代3位となる147打点を挙げ優勝に貢献したのでした。得点圏打率3割7分1厘もトップで勝負強さが光り、まさに岡田監督が育てた岡田チルドレンと言えるような存在です。今岡打撃コーチはこのようにあらゆる打順に対応してきたという実績に加え、現役の最後はロッテでプレー。阪神では金本智明監督に誘われ2軍での野手総合コーチを経験し、その後ロッテで2軍監督、1軍ヘッドコーチを務めました。岡田監督は今岡氏の他球団の飯を食ってきたことも評価していたというのです。まさに指導者としても型にはまらない人物を望んでいたのでしょうね。今岡打撃コーチは就任会見で、選手個々の能力を引き出したい、すべての固定観念にとらわれず、すべて日々いろいろ変化していきますので、その中で引き出しを提示していくと語りました。それはまさに岡田監督が求めるスタイル。そしてそのコーチ人事は結果として現れます。2023年阪神の総得点は12球団トップの555得点。2022年、得点力不足にあえいでいたのが嘘のように得点力アップを果たしました。その要因となったのが四球の大幅増加。2022年358だった四球数が2023年は494と大幅に増えたのでした。岡田監督がフロントに掛け合い四球の査定アップを実現させたことが一番の要因であると言われています。しかしその四球像に今岡打撃コーチも大きく貢献していたのです。今岡打撃コーチは選手にどのような指導でボール球を見極めさせているのか聞かれた際、自分は選手にボール球を振るなと伝えたことは一度もない、うちに行きながらボール球を見逃せる技術とヒットを打つ技術、この2つは間違いなく同レベルの技術だと思っているので、例えば浮いたボールを狙ってほしいとき、その高さを狙えと伝えるのか、低めを振るなと伝えるのか、僕は絶対にこの高さに来るからそこにタイミングを合わせるというタイプだった。だから誘い球が多いから振るなとはあまり言いたくないんですとコメント。今岡打撃コーチがそのような思いを持った理由として金本氏の存在があったそう。5番打者を任された2005年、今岡打撃コーチは147打点でタイトルを獲得しました。しかし当時は大先輩の金本氏がボール球を難なく見極める姿に自分には無理と驚いたそうなのです。今岡打撃コーチは、自分にも金本さんみたいな選球眼があったら今ボール球を振るなと言っているかもしれませんけどね、打者はここを振ると十中にはまるぞと言われると、
その言葉が邪魔になって、打てる球までファウルになったり触れなくなるものなので、と、自身が金本氏のような選球眼がなかったから今の指導があると語りました。さらに今岡打撃コーチは開幕時の選手ミーティングで、フルカウントの時だけは打ち方を変えてでも頑張ってくれ、と選手に伝えていたそう。もし型を持っていて選球眼の良かった指導者であれば、自分の打ち方を崩すなと指導していたかもしれませんね。岡田監督の契約は2年間、今岡打撃コーチは後継者になりうるのか。そして打撃改革を果たした阪神は圧倒的な優勝を果たします。優勝後のインタビューに答えた今岡打撃コーチ、大山雄介選手が不動の4番になったことについて、ロッテにいる時に何回か苦しんでいますと周囲から聞いていました。黙々とやるタイプ、いい意味で頑固なので、だから岡田監督も4番にしているんだろうなって思っています。やろうとしていることを彼はちゃんと持っていて、違う意見が来ても僕はこう思いますと言える、自分の軸があっていつも同じルーティンをこなしていると思いますね、と大山選手の軸を絶賛しました。またどのような時に選手と話をしているかという質問に対し、基本的に教え魔なんでね、聞いてきたらずっと喋ってます。僕もすごく教えたいですよ。でもみんな自分の論理を持っているので、全員には当てはまらない。監督が打線としてやってほしいこと、こういう時は強引にとか、こういう時は3球目ぐらいまで待ってくれよということは一緒だと思う。でも、脇を締めなさいとか開けなさいとか、グリップを上にしなさいとか下げなさいとか言い出したら、全員違うので、と、自身が教え魔であることを暴露。さらに四球が大幅に増えたことについて、突出した数字がないのに得点がめちゃくちゃ多い、打線で点を取るというのをちゃんとやってくれているんじゃないかなと思いますね。ボール球を振るなというのはスコアラーさんとの共同作業。スコアラーさんが言うことを耳に入れることは大事だけど、ゲームの時にこちらが、なんで振るねん、振るなって言うたやろ、というのは邪魔。近本は強引に言っていい時、わざとボール球を振る。中野も大山も、途中でフォアボール狙いに行ったら選ぶ。そうやってくれたら、ボール球を振らないことを意識していても、打ちに行く時の反応に邪魔にならない。選手だって分かってる、と、選手ファーストの姿勢を醸し出していました。そして今岡打撃コーチの入閣にはもう一つの狙いがあるとのことです。岡田監督の就任会見の際に当時の藤原隆興オーナーは、岡田監督に後任の指導者育成への期待はあるのか、との質問に対して、一戦一戦、相撲でいう一日一番、継続的に強くする秘訣をチームに植え付けてもらうことを監督にも期待するのですが、目標達成に向かって頑張ってほしい、と明言を避けました。阪急阪神ホールディングス全体の意思は、岡田監督に次の監督候補を育成してもらうというミッションが課せられているとのこと。そして岡田監督は、長くやるつもりはないと公言。その裏には、次の阪神を背負う人材に指導者としての経験を積ませたいとの熱い阪神愛があるのです。そのポスト岡田の筆頭格がこの今岡打撃コーチ、2005年優勝メンバーであると同時に、阪神では2軍コーチ、現役晩年を過ごしたロッテでも2軍監督、1軍ヘッドなどを歴任、指導経験が豊富な上、かつては将来的な阪神監督就任の意欲を口にしたこともあるそうです。岡田監督の契約は2年。当然、後継者を育てることも重要な任務となっています。親会社、球団は岡田監督で2005年以来の優勝を達成し、その後は2005年 V メンバーを中心に監督、コーチ人事を進めたいとのこと。鳥谷敬氏、藤川球児氏と監督候補は数人いる状況です。しかし、2023年の優勝で、今岡打撃コーチの岡田監督からの信頼はさらに上昇した模様。このまま2025年は阪神今岡監督が誕生するのでしょうか。今岡打撃コーチは岡田監督について、監督の選手との距離の取り方は絶妙で、誰も真似ができないと思いました。コーチとして声をかけていただき学ぶことができました、と、学ぶことができたと将来を見据えたようなコメントを残しました。
確かに今岡打撃コーチであれば、現在の岡田野球の正当な後継者となれそうですね。岡田監督、今岡打撃コーチの発言や関係について、感じたことや皆さんが持った印象をぜひコメント欄でお聞かせください。また、この動画を見て面白かった、新たな知識を得られたという方は、チャンネル登録や高評価ボタンを押していただけますと励みになります。他にも球界に関する裏話や知られざるストーリーを紹介する動画を配信しています。ぜひ合わせてご覧ください。